はい、皆さんこんにちは。Nビューティークリニック銀座院長の米澤です。じゃあ今回なんですけども、まあ糸リフトの、まあ、施術の動画とか結構上げてきたので、まあ、今回はその、まあ、糸リフトの歴史というか、まあ、糸リフトがどういうふうに始まってきて、で実際のところ、まあ、同じ糸って言っても結構いろんな種類とか目的とかも結構変わってきて、同じ糸といってもまた素材によってもまたその効果とか、まあ、効果とかその期待される、まあ、変化とかそういうものにも、まあ、結構大きな差が出てくるので、まあ、今日は、まあ、あまり聞き覚えはないと思うんですけど、まあ、糸リフトとかをやってるドクターだったら、まあ、必ず知ってるであろう、まあ、糸リフトの、まあ、基本について、まあ、ちょっとお話したいなと思います。まあ、まずそもそも、まあ、糸リフトがどれぐらいの頃から、まあ、生まれた技術かっていうと、まあ、大体1990年代の後半ぐらいから、まあ、糸によるフェイスリフトっていうのが、まあ、だんだんこう盛んになってきたっていう経緯があって、で、まあ、またこの、まあ、空間に出そうと思うんですけども、まあ、最初の頃は、まあ、一番シンプルなものって言ってもうただの糸、ただの糸でこう何の反り返しもない、まあ、普通のこうただの、まあ、紫色の糸で、で、まあ、その糸を入れることによって、まあ、組織は引っ掛けないけど、まあ、入れた場所が多少その引き締まるっていうことが知れてたので、まあ、一番最初の、まあ、いわゆる糸リフトっていうのは糸を入れてこう動かさないけどそこが引き締まるっていうような施術だったんですね。まあ、そのモノタイプって呼ばれる糸で、まあこうまあ、そこに入れるだけで、まあ、こう組織は動かないけど入れた箇所が引き締まるっていう効果を狙ったもので、今現在では、まあ、いわゆるショッピングリフトっていうふうに呼ばれている、まあ、分類にあたる世代の糸ですね。これが一番最初に出てきたやつ、ね、でそこから、まあ、もうちょっと糸のフェイスリフトが広まってくると、やっぱりただ入れるだけじゃなくて、まあ、入れると同時にやっぱりね、こう持ち上げたい引き上げたいっていう要望が生まれてきたので、まあモノタイプの糸に少し、まあ、手を加えた、まあ、いわゆるトルネードタイプとか、あとはスクリュータイプっていう、まあこう針があってそこにこう糸がなんかこう絡みついてるような、でも糸自体は特に特殊な加工はされてないっていうね、まあそういう、まあ、トルネードタイプとかスクリュータイプっていう、まあこれも比較的長さは短いんですけど、まあそういう糸が登場してきて、で最終的にやっぱり、まあ、引き締め効果だけじゃなくて、まあより強いリフトアップ効果をどんどん、まあ、応用求める時代が出てきて、でまあ今主流になってる、まあ、コグタイプ、もう聞いたことある方も結構いると思う。すごくコグって言って糸にこう反り返しがあって、まあこうまあ、組織に入れると、まあ、こうしっかり組織を掴んで、でグッとこう、まあ、いわゆる糸によるフェイスリフトができるタイプの糸が、まあ、今の、まあ、糸リフトのまあ最前線というか、まあ、最新バージョンということになりますね。でね、まあ、今ざっと説明してきたように、でもう一回ここに出すんですけども、まあ、糸リフトといっても糸の中にはいわゆるモノタイプ、あとまあスクリューとかトルネードっていう、まあ、比較的短いタイプ、まあ、ここら辺ショッピングリフトって呼んでもいいかなと思うんですけども、まあ、そういうタイプと、であと、まあ、ちょっとよりフェイスリフトに特化した、まあ、コグタイプっていうね、まあ、大まかに言うとまあ4つの種類に分類することができるんですね。でさらに、まあその糸を細かく見ていくと、やっぱりどういう素材でできてるかっていうのも結構大事になってきて、でやっぱり今一番特に日本で用いられているメジャーなやつはいわゆるの紫色の糸ですね。これは素材的にはまあ第一世代のものになってきて、まあ、PDO って呼ばれる素材なんですね。でこれが大体吸収されるまで、こう糸っていうのは必ずこう皮膚に
こう入れると、まあ、最終的にはこう体のね、まあ、酵素とかによってこう加水分解ってこう水と二酸化炭素に分解されるんですけども、まあ、その分解される期間が、まあ、大体6から8ヶ月これがまあ PDO っていう素材になってきて、でその次のもうちょっと進化したやつに PLLA っていう素材があるんですね。でこれが大体一般的に言うてるのが12から18ヶ月で、やっぱで PLLA っていうのがあって、でそこからさらにやっぱり、まあ、より強力にこう組織をリフトアップすることができて、かつ持続感の長い素材は何かっていうのがどんどん研究されていって、でまあ今出回っている中で、まあ、一番その持続期間が長いものが、まあ、PCL っていう素材でできているものになりますね。でこの PCL っていう素材は、まあ、完全に吸収されるまでに、まあ、一応24ヶ月かかるというふうにされていて、これが一応糸の持続期間としては最も長いものになりますね。で特徴としては、まあね、第一世代の PDO がね結構紫色とか青色だったんですけども、まあ、PCA とかになってくると透明な素材になってきますね、まあ、透明のプラスチックみたいなイメージになってきます。リフトでやっぱりその大きなリフトアップ効果を求めるってなってくると、やっぱり一つはコグタイプの糸であるっていうことと、あとやっぱ素材がやっぱ PCL でできてて長持ちするっていう、まあ、この2点は、まあ、今こう糸リフトしようと思うといろんなクリニックであってて選択肢も多いので、まあ、受ける側としては、まあ、その2点っていうのは結構まあ、よく把握して施術を受けるのが大事なんじゃないかなと思いますね。まあ、まとめると、まあ、糸のリフトっていうのはやっぱり糸自体にもいろんな種類があるし、糸の素材自体にもいろんな種類があるので、まあ、受ける側の方も、まあ、しっかりそういうところを把握して、まあ、よく調べた上で、まあ、自分の納得いく糸のリフトアップっていうのを受けてもらってほしいし、まあ、この動画が少しでも、まあ、それの参考になればいいかなと思って、今日はこういう動画を撮りました。あともう一つまあ、これ大事だよと思って伝えておきたいなと思ったのが、まあ、要するに、ね、糸っていうのはもうこんな短い、まあ、いわゆる、まあ、モノタイプっていう、まあ、非常に短い糸から、まあ、結構こういう太いしっかりしたコクがついてるような糸までこういろんなバリエーションがあるので、なので、まあ、一概にこう例えば本数が多いから必ずじゃあ効果が大きいとも限らないということですね。例えばこういう短い、まあ、モノフィラメントの糸、いわゆるショッピングリフトっていうのを、まあ、何百本入れようが多分あんまりこう顔のリフトアップっていうのはちょっと出すのはやっぱりちょっと難しいかなと思うので、なのでまあ、自分の意見も入りますけど、やっぱりしっかりリフトアップを しようってなってくると、まあ、ある程度適切な本数、まあ、まあ8本とか、まあ、12本ぐらいが相場になってくると思うんですけども、まあ、コグタイプ、まあ、なおかつ、まあ、PCL の素材を使ったそういう、まあ、しっかりとした、まあ、溶けにくいちょっと固めの糸のリフトアップを選択してもらったら、まあ、大体その施術終わった後にね、まあ、期待したのと、まあ、大きくズレのない結果を、まあ、得ることができるかなと思いますので、まあ、この点も、まあ、数ある施術の中でのね、まあ、選び方の参考の一つになれば幸いです。はい、ご視聴ありがとうございました。